秘宝中国代表薬満、中国サポ再演にレーザーポインター、さらに国家斉唱ブーイングなどやりたい放題。やっぱレーザーポインター当たってたよね。レーザーポインターの光源は実験でも絶対直接見ちゃダメと言われてる。これは危ない。乱入にレーザーポインター、国家斉唱中にブーイング中国終わってて草。レーザーポインターで妨害したら自チームにペナルティつくようにしたらいいよ。国家ブーイング、観客乱入、カンフーサッカー、レーザーポインター。これは薬満。中国さんカンフーするなら外でやってください。中国代表先入観で荒いんだろうなとか思ってたけど、本当に結局いつ見てもカンフー。中国のサッカー荒すぎて毎度気分悪い。中国荒すぎ、少林サッカーじゃねえぞこら。レーザーポインター、ラフプレー、日本の国家斉唱のブーイング、本当に中国クソだな。こいつらにスポーツやる資格ないわ。試合序盤、お風呂のせいで見られなかったけど、中国サポがレーザーポインターやってんの？別にかの国に今更フェアプレーとか期待しないけど、もうがっかりやわ。中国サポ、まあまあ高い金とクソ高い倍率で観戦席確保してまでやることが民度悪いアピールなんか。冷静になれ。中国サポ君が代にもしっかりブーイングやってくれてるし、中国は今回も負けフラグビンビンですわ。サイスタでも態度悪かったし、そういうとこやぞ。